サブチャンネル作っていくか、うん、ティモンディチャンネルにして、まあでも野球も引き続きやりながら違うこともしていくかっていう、事務所に来るお手紙とかで、やっぱ一緒に野球やりたいですとかいうのもあるんで、その高岸を一日代打で貸すっていう。あ皆さん、その新しくなった新生ティモンディのベースボール TV の名前を新しく考えてください。ティモンディのベースボール TV、 ティモンディのベースボール TV。 さあ今日はですね、吉田純チャンネルとのコラボ企画、ね、なるほど、やっとですね、違います、走り待った、違います、ね、待望ので事務所にプレゼント前届いてましたけどね。まあ今回ちょっと2022年登録者数も25万人を超え、じゃあここからどうしていくんだという、ちょっといい機会なんでやっていきたいなと。ほう、だ第一章は、まあ、ある種もしかしたら甲子園で、まあ、僕らがやりたいことというかやってきてたことは終了したといっても、まあ、過言じゃないかなとは思ったりするんで、なんで、まあ、今ベースボール TV ってね歌ってやってますけど、はい、そこも踏まえて、なんか今まで、まあ、もちろん野球にね、はい、特化していっていましたけど もうここからちょっとなんかせっかくだからね、2人のもうやりたいこととか、 なんか熱量を大事にしていきたいなと、あらもう思ってるんで、なるほど、なんかちょっと聞いていきたいなと思って。まあ、多々思ってましたが、あのティモンディのベースボール TV って言って人狼したりとかいう回もありましたから、だとしたら、まあ、ティモンディのベースボール TV を残してサブチャンネル作っていくか、うん、ティモンディチャンネルにして、まあでも野球も引き続きやりながら違うこともしていくかっていう、これ2つどっちかかなって思ったりしますね。それはね、途中から我々も思ってました。あ、やっぱりそうですか。同様に。その中で一つちょっと企画がありまして、はい、これはあの、いやもう、ね、僕はもういくらでもありますけど、ちょうだいちょうだい。ティモンディは、まあ、ありがたいことにこうバラエティたくさん出させていただいてるんで、その中でもやっぱこの人野球やらせたらすごくなりそうだなって人いっぱいいるもんね。いっぱいあってきたね、身体能力もそうだし、うん、運動センスね、そういっぱいあってきた。だそういう人たちをゲストに呼んで、うん、野球やらすっていう、やらすってやらすって。だ例えば陸上の選手だったら盗塁とかやってみてもらったりとか、盗塁、はいはい、って技術もあるんで、まあ、そこをこう僕らと競ってみたりとか、野球畑じゃない人たちをやらせてみて、ウルフ・アロン選手にバッティングさせてみたいしね。ああね、一回ね、番組でね、あのティーバッティングをやって、そうだ、ネットに向かってね、そう、でもやっぱ全然振ってない中で100キロ以上は超えてたからね、はスイングスピード、なるほどね、うん、横川さんとかね、ビルダーのね、うん、まあ、野球なんか好きって言ってたよね。そうそう、うん、で今はもうトレーニングされてるみたいだから、そう、ね、野球の筋肉さんとかも、筋肉さんもすごそうですね、うん、共演してロングティーをやってた、ね、ラミレスさんと対戦してました ね87メーター飛ばされてます。狭い球場だともう超えてるやん。そうそう、あと他にもちょっとありまして、はい、これはちょっとあの野球を他のスポーツに持ってっても多分一番活躍できるんじゃないかなと。で、あのさらばさんが手投げたい、面白かったゴルフとか、ああいう、まあ、ちょっとあのミックス企画っていうのは多分ちょっと面白いなって見てて思ったんですけど、やっぱ野球が最強なんじゃないかなっていうのを思って、他のものにこう野球道具持ってって俺らはこれでやるっつって、僕もゴルフやって思うんですけど、やっぱ野球選手難しいですから、フェースの管理っていうか。そうですね。でもオキティでまあまあ高いところにゴルフボールを置いてロングティーで打っていけば、そしてバットコントロールの方が多分方向はね、いきますからね。え、パターもバット、パターはもう転がせない手投げで入るやん、それ絶対入る。手投げでそこはだって GDO さんとのコラボもあるかもしれない。確かに GDO さんともコラボしたいけど ね、なんか他にもあったりします、野球以外のなんか、うん、猫いや、猫 も好きだけど猫はいくらでも、僕もう自分で撮ってますからね、動画あれも撮っといてよ、
いや、あげないですよ、ここでは。ホームビデオで自分で、それ見てお酒飲むんですから。一人で。一人で。まあ、そのティモンディチャンネルみたいな名称が変わるんだとしたら、うん、だいぶ幅も取れますし、うん、高岸は応援したいとかって普段言ってるんで、アルタとか、うん、あと渋谷の、あの蔦屋の上の画面とかで、ちょっと高岸ジャックしたいなっていう、その映像を。ちょっと負荷ありそうですけど、どうですか。いや、やりたいですよ。あ、本当ですか。それはやりたい。ちょっと生でもよく生放送、高岸も逆でこう見れるようにして、あ、森田はそこの緑の服着てるあなたとか。怖いな、怖いよ。録画かと思ったらめっちゃ個人刺してくんだから。あとなんかその応援で言うと、なんかさ、その電車のさ、あの線路があるじゃん、はい、で電車通るじゃん。ああ、高岸が一日なんかこう、ああいいですね、通勤の人たちを応援するっていうね。そうそうそう、うん、高岸は外からなんか旗振ってたり鼓舞してたりして、うん、はいはいはい、今山手線に乗ってたら恵比寿駅の途中で高岸いたんだけど、はい、横断幕勝手に作ってしまったとかね。ゲリラ応援で何人いるのかみたいな。もう政治家だけどな、やってるから。いや、やりたいよ。そう、ね、別に出馬してるわけじゃないから、ね、票集めてただエールを送りたいだけ。そう、あと、まあ、これはまあ野球も絡んでは来るんですが、事務所に来るお手紙とかで、やっぱ一瞬野球やりたいですとかいうのもあるんで、高岸を一日代打で貸すっていう。一打席だから、もうチームもいつ出すかっていうのをちょっと決めどころでもありますし、レンタルティモンディ企画面白いかもしれないね。これありかなっていう。まあ野球に限らずですけどね、こればっかりは。なんか文化祭でやること決まんないから、なんか一緒に考えてほしいとか、なんでもいいですけど。ああ、いいですね。まああと、これはちょっと長期企画にはなると思うんですが、やっぱあの高岸大河に出てるわけじゃないですか、はい、ちょっと高岸に英会話を習わして、そのハリウッドオーディションチャレンジっていう。英語は全然どうでしょう。わ、まあそうですね、全然話せはしないですね。いや、全然だって、前のステイホームチャレンジめちゃくちゃだった。やったね。一から勉強するっていうのはありかな。そうね、30歳からでも英語できるんだぞっていうのは、ね、多分現地勇気与えれるんじゃないか。なんか長野さんとかも英語のなんかちょっとビジネス英語みたいなのやってますもんね。ちょっと勉強とか、まあ、そこから長野さんから教えてもらってもいいですし。長野さんが高岸英語教えて。高岸英語。大丈夫それ。面白そう、ね。面白そうっすよ、ね。スラングしか教えてくれない。いい企画ちょっといっぱいできたな。まだまだでもありますでしょ。まあ。できるものは、今ティモンディのベースボール TV って言って、僕の好きな本ベスト3って言ったところでですから、まあ、ちょっと幅広くは構えたいなっていうのは正直ありますね。前田がどういう感じでみたいなのある。まあそれこそあの野球って言いながら、全然ここのコンテンツでも塾と言って、うんうんうん、プルバトと絵描いてるしね。絵も描いてますし、まあ料理なんかもやったりもしますし、まあいろいろ多いんだよね、いろいろできることが。でそれをどうYouTube で見せていくかっていうのもある。そうですね。だからあの言われたのが、料理作れるんですよってスタッフさんに言った時に、あのもっとアピールしてった方がいいですよって言われて、まあ、映像素材として YouTube をこう調べたりするっても言ってたんで、まあある種そういうものを上げていくっていうのもありなのかなっていう。まあ野球ももちろん、まあベースでやめないっていうのは基本、これはもう決定で、もっと言うと他の範囲、他の分野から僕らのこと興味持ってもらった時に、ティモンディで野球があって面白いじゃんって思ってもらう、ここの他の分野をちょっと足広げてみてもいいかなっていう。幅はね、じゃあ広げるっていきましょうね、今年は。あ、本当ですか。ティモンディベースボール TV はちょっと第2章として、ね、まあ、野球を進行するっていうのは本筋にありつつ、うん、そのために幅を広げていくっていう、はい、ファンの皆様とも共にもちろん歩んできてるじゃないですか、はい、せっかくなんでこの第2章のタイトル、チャンネルのこれは視聴者の皆さんにから募集してもらって、あ、いいじゃないですか。でもちろんそこからアイディアをもらって決めるとか、これまあ全然いいんじゃないですか。でそれをちょっとどこぞの生配信で発表するみたいな。わかりました。
皆さんその新しくなった新生ティモンディのベースボール TV の名前をぜひ新しく考えてください。意外とシンプルなのがいいのかなとか思ったりもしますが、もう自由に皆さんコメントに書いてください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ぜひ高評価とチャンネル登録などよろしくお願いします。みんなならやればできる。